では、皆さん、こんにちは、こんばんは、おはようございます。お仕事だった方はお疲れ様です。どうも、私です。では、有罪無罪、続きやってまいりましょう。では、今は、ファクターを表記しているところですね。次は、シアン化カリウムについて。では、シアン化カリウムについて話し合いませんか？そうよ、なんといっても、殺害に使われた凶器ですものね。茂田さん、まだ殺されたって決まったわけじゃないですから。あら、ごめんなさい。ついね、ドラマの影響で。では、この件について皆さんのご意見を伺いましょう。まあ、言い方よな。死んだ原因になったぐらいに言うといたいねんな。瓶に指紋でもついていればわかりやすいと思うんですけど、これ、なんかないのかな？実況見分みたいな。私も聞きたいですね。指紋は採取されなかったんですか？瓶からは明らかな指紋は検出されなかったそうです。指紋が出なかったってことは逆に怪しいんじゃない？確かに。確かに怪しいですよね。証拠を隠蔽してみた、したみたいで。そうだ、自殺するなら指紋なんて気にしないんじゃないか？なのに指紋がないってことは、つまり自殺じゃないことを間接的に示す重要な証拠ってわけだ。それはどうでしょう。薬品を扱う、ああ、確かに薬品触るとき手袋するかもね。被害者が習慣的に手袋をつけていた可能性は十分考えられます。そして手袋をしていたなら当然指紋も残らない。へえ、そういうもんで、そうやな。だってハイター使うだけでも手袋するもん。実験用の薬品の類は劇薬も多いんです。それじゃあそういうことだったのかもしれないわね。青酸カリって触っただけでも死んじゃうんですか？純粋に触っただけであればすぐに洗うだけで大丈夫でしょう。あれは胃酸と反応して胃酸と反応して発生するシアン化水素が問題なんですな。シアン化水素が血液に入って全身に回り、臓器を壊死させていくわけです。やっぱり怖い薬なんですね。まあ医薬品ではありません。主に工業用、試験用の薬品です。メッキ加工現場ではよく似た化合物が大量に使われていますよ。シアン化ナトリウム、いわゆる青酸ソーダですな。もちろんこちらも劇薬です。さすがお医者様、勉強になるわね。薬は二人とも持ち出せたんでしょ？それなら可能性は五分五分よね。まあ、これは確かにね。そうですよね。二人は研究室に勤めていたわけですからね。つまり、自殺も他殺も、どちらも否定できないわけですな。でもそれじゃあ、何の手がかりにもならなくないっすか？そうとも言うわね。まあどっちにしても。そんな毒物が普通に置いてあるなんて、大学ってやばいよね。大学ってっていうか。新庄くん、ちょっとその言い方は。でも大学に危険な薬が置いてあるのは、マジ話っすよね。一つ間違えりゃ大惨事になりかねんのは、君の言う通りだな。いや、俺もさ、身に覚えがあってさ。身に覚えってどういうことですか？いや、俺前に、薬科大の女の子と付き合ってたんだけど、え？そんな頭いいこと？ある日彼女が危険って書かれた小瓶持ってうちに来てさ。で、笑顔で俺に言うわけ。トールくん、話があるのって。目が全然笑ってなかったんで、マジ、全力ダッシュで逃げたわけ。ちょっとごまたしてただけなのに、あの子も冗談きつい。そんなモテんのあなた。そのザンバラヘアもじゃあ、ザンバラヘアに見せかけて計算しつくされてんのかな？そういえば証拠品の小瓶、あの子が持ってたのに超似てる。うわ、
やっべ、これウケる。あれ、みんなどうしたの？シーンとしちゃって。大変だったね。それでは気を取り直しまして。さっきのさ、小瓶がどうのっていうのはさ、写真見れないのかな？ないっけ？小瓶の写真。あ、ほらほら、これ。なんかちょっと引っかかる感じやったけど。ああ、この人もや。小瓶が気になる。やっぱ質問するんかな、そこで。黙っとく。黙っとく。質問する。他にもこんなやばい話があって。あれ？あれ？ちょっと怒られて終わった、新庄さん。新庄のターンじゃないのか？ちょっと待って。あんまりやりすぎてもちょっと、時間がなくなるな。これ何時までやったっけ？ 6 時までやったっけ？ 4 時じゃないよな。でもこれはついてないって話になってたから、なってたよね。ちょっと待って、なってたよね。別に、大丈夫やね。これはだって、飯野さんだか飯田さんだかが言ってたから、これは多分いいよね。質問？なぜ二人とも持ち出せたと言えるんです？だって二人ともそこの研究医だったんでしょ？二人のどちらかに薬を持ち出す権限がなかったということはありませんか？まあ、その可能性はあるわね。しかし、あ、ここか？ほんまやね、めぐみさん持ち出せたのかな？死体の、これかな？あ、使用者名とか書いてるわ。この薬品管理データには、過去の薬品使用履歴が残ってるはずです。薬品庫に入ることすら、多分ピーとかいるよね。ピーみたいなやつ。あ、二人の名前があるかどうか確認するんですね。どれどれ？どうなの？ふむ。二人とも名前がありますね。なんだ、結局どっちつかずで何もわからんままか。そうですね。しかし、とても意義のあるご提案だったと思いますよ。ここで、なんかあれやもんね、正解を選んでたら、伊原さんが、じゃあって、最後まで話聞かずに決めちゃうもんね。これ賛成してみる？そうですね。だからこそ厳重に管理されてるわけですけど。今回のように事件沙汰になる劇薬も大量に貯蔵されていますからな。あかんか？あかんわー。ネタがあるとか言うてもうてる。もうこれはこれでいくか。なんかちょっともやっとするけどな。いつもの伊原さんと違うから。まあ、次、抗アレルギー剤ね。まあ、時間がね、余ればやり直せるから。では、抗アレルギー剤について話し合いませんか？ちなみに、抗アレルギー剤って何？そもそもアレルギーとは分かりやすく言うと、接触または摂取によって生体内に抗体を作る物質、
つまり抗原に対して起こる過剰な免疫反応のことです。ですから、抗アレルギー剤とは抗体が体内に侵入しても、化学伝達物質の放出を抑制し、アレルギー症状を抑える薬ですな。うん、はいはい、なるほど、わかった。本当かな？ん？被害者にアレルギーなんてあったっけか？まあ、見ましょうよ。冒頭陳述で検察官が述べていましたが、被害者には特定のアレルギーがあったようです。それは。これ花粉よね。被害者は花粉アレルギー、つまり花粉症だったんです。それもかなりの重度のということでしたな。ああ、そういや、そんな話だったな。そうか、花粉症って花粉が原因の、あ、そっから事件は4月下旬。人によってはヒノキ花粉などが辛い時期です。被害者は薬を片時も手放せなかったのでしょう。被告人は被害者がいつも研究室で薬を飲んでいることを知っていた。そこで薬をすり替えて殺害した。これが検察側の主張です。なるほど。でも彼女は本当に夫の薬のことを知っていたのかしら？薬のことを知らなかったらすり替えもできないわよね。うん、証拠提出してたね。なんか今回のファクターこんな感じ？これはね。この被告人の手帳のことですよね。そうです。へえ、佐伯さんよく覚えてるんすね。被害者が常用していた抗アレルギー剤の名前が、この被告人の手帳にメモとして残されていた。したがって、被告人が被害者の薬について知っていたことは明白である。以上が検察官の主張です。ははー。よろしければ手帳の中身を確認されますか？あら、いいんですか？もちろんです。皆さんもご覧ください。めっちゃマルジやなぁ。スッキリバリア S×3 箱。マナブさんの薬。CL って何やろね。東京03。新製品発売日やって。抗アレルギー剤って、このスッキリバリア S ね。一般的な抗ヒスタミン薬ですな。へえ、なんかあれなんや。薬局とかで買ってるんや。え、そうやんな。さすがにこれ、病院で処方される薬の名前じゃなさそうやもんね。3箱とか書いてるし。市販されているので皆さんもご存知では？よく夜中に何度も CM が流れるやつっすよね。医学部の人でもやっぱり市販の薬飲むのね。ね、思った。これを見ると、旦那さんに頼まれて買ってくるときにメモをした。といった感じでしょうか。そんなところだろうな。やはり薬のことを知っていたのは明らかってわけだ。ここに数字が書いてあるけど、これは電話番号ね。その上に書いてあるのは、CL? この電話番号のお店かしら。あれ、うちの店？え？ CL?だから、俺が働いてる店っすよ。シエル新宿っていう。ええ？では、被告人は新庄さんのお店のお客だったということですか？あー、でも、この番号、うちのテル番と全然違うんだよね。店で見た記憶もないし、やっぱ関係ないんじゃないっすか？なんだ、驚いて、な、ラルクアンシエルのことかな、じゃあ。そりゃそうだろう、人騒がせな。そもそも事件とは関係ないことまで詮索する必要はないんじゃないか。でも、一致が過ぎるよな。シエルって。被告人が薬のことを知っていたのは間違いない。それでいいだろう。そうですな。はい、栗林さん。
シエルって。いえ、何よ、ユイや。なんでそれ言わんのかが意味わからへんねんけど。わかりました。では皆さん、抗アレルギー剤についてご意見を伺いましょう。なんやのんな、栗林さん。自殺するためにわざわざ薬の中身を、まあ、質問にしようか。なぜ自殺のために入れ替えるとは思えないんですか？考えても見てくれよ。大の男がこれから死のうって時に。ちまちまとカプセル開けて、そんな細かい作業すると思うか？思わないだろう。まあ、ベロって舐めりゃいいやんっていう気もするな。自殺やったらまあ、ベロって舐めたらっていうのは確かに。大の男かどうかはわかりません。でも私も同意見です。残りの薬が排水口から見つかっているという状況からも、自殺としては私もさすがに不自然だと思います。前室する前室。不自然というのはどのあたりがですか？カプセルの中身を入れ替えて自殺するというところと、元の薬の残留物が排水口から見つかったっていうところですね。佐伯さんは不自然だと思わないんですか？思う。私も不自然だと思うんだけど、栗林さんの根拠も確かめ。もう私性格良くないよな、あんまりこれ。あ、そうだったんですか。やっぱり不自然ですよね。同感ですな。わざわざ入れ替えなくとも。自分で飲むためなら他にも手がありそうですからな。あ、しまった。流しちゃった。あ、ちぃ。あかんあかん。もう一回。間違えた。間違えました。ちょっと今回は時間かかってるね、評議に。ここで、賛成しとくか。私もそう思います。自殺するためにわざわざ薬の中身を入れ替えるというのは、ちょっと違和感があります。でも自殺するときってなんか普通じゃなさそうじゃない？通常の精神状態じゃないとしてもわざわざ入れ替えたというのは、自殺としては私もさすがに不自然だと思います。賛成かな。ちょっと不自然ですよね。なんか新庄くんが偉い。例えばどういうのだったら自然な自殺なわけ？え？自然な自殺というのはいささか語弊がありますけど、参考までにデータを申し上げますと、統計的に最も多い自殺の手段は、一種、つまり首吊りです。まあそうなの。首をくくるなんて言葉だけで自殺って意味になるからな。順番で言うと、薬物による自殺は4番目ですね。また、シアン化カリウムをカプセルに詰めて自殺した事例も、過去には存在しています。なんか薬で死ぬのってめっちゃ辛いって聞くけどね。なんやろ、死ねたら、言い方ちょっとごめん、あれやねんけど、死ねたらまあ、かもしれんねんけど、でも、死ぬまでにも、薬が効くまですごい苦しむらしいし、もし死ぬ前に見つかったら、なんかあれなんでしょ？胃洗浄とかされるっていうので、そのあれがめちゃくちゃ辛いって聞くから、薬の自殺はなかなかのもんって噂。で、結局今回の自殺は自然なわけ、不自然なわけ。まさにその点について、状況も含めた観点から、皆さんに判断していただきたいのです。なるほど。オッケー。了解っす。山岸さんに賛成します。自分で飲むためなら他にも手がありそうですからな。質問してみる？例えば。真っ先に思いつくのはオブラートでしょうな。一応、
水や飲料に溶かして一気に飲み干す手もあります。味は非常にまずくなるらしいから吐き戻す危険を伴いますがね。あ、だからカプセルに詰めたのか。そのリスクがあったからカプセルに詰めたんじゃないですか。であれば青酸カリという選択を変えればいいと思うのですが、それなのになぜあえて自分の薬に詰め替えてまで青酸カリを使ったのかという疑問も起こるわけです。どうしても不自然さが残っちゃいますよね。どうしよっかな、これ。これでいいんかな？じゃあ次これね、事件後の行動ね。では事件後の行動について話し合いませんか。救命措置を行わなかったってやつよね。これってすごく重要なんじゃないかしら。旦那を助けようとしなかったんだ。殺す気があったとしか思えないね。質問。なぜ助けようとしなかったと断定できるんですか？検察が言ってたじゃないか。本人も認めてるんだろ？事件後の行動を示す証拠が検察官から示されていましたね。わ？これか。これかな？事件後の行動についてはこの調書に記述があります。実際に被告人が何と言っているのか確認してみませんか。上記のものに対する殺人詐欺未遂被疑事件につき、平成21年5月8日、東京地方検察庁内において、被疑者に対して、事故の意思に反して供述をする必要がない旨を告げ、取り調べたところ、任意、次の通り供述した。供述と調書苦手やわ。これが供述調書ですか。この後は被告人の生い立ちや事件までの経緯が供述されています。犯行の事実は当然なかったものとしていますね。事件発生後の行動についてはこのあたりからです。夫の死体を見つけた時のことについてお話しします。当日、私は研究が思うように進んでいないこともあって、夫の存在を意識することもなく、自分の研究に没頭していました。ふと我に返ると、すっかり夜も更けていたので、時間が気になり、時計を見ると11時を回ったところでした。それ以上長居をすると、帰る電車がなくなってしまう時間。あ、待って。あ、11時って23時のことか。あ、11時って朝の11時やと思ってたわ。午前中に起きた事件やと思ってた。23時のことね。それ以上長居をすると帰る電車がなくなってしまう時間です。一緒に帰ろうと思い、夫の席を振り返ってみると、机の上は作業中の様子なのに姿がどこにも見えません。どこかへ行ったのかと思い、立ち上がって席を覗いたら、床に倒れ伏しているあの人の体が見えました。驚いた私は急いで駆け寄って、ちょっとどうしたの？そう声をかけながら体を揺すろうと手を伸ばして触ったところ、
どことなくひんやりとした弾力のないぐにゃりとした質感で、もう体に血が通っていないと感じ取りました。夫は以前から幾度となく自殺をほのめかしていたので、これは本当に死んでしまったのだという思いが頭をよぎりました。恐怖や不安で手が出せず、でも立ち上がることもできず、1、2分の間そのまま見守っていたと思います。でもピクリとも動かないので、恐る恐る夫の腕を取って、ゴロンと体を仰向けにひっくり返したところ、夫の顔が驚いたような表情のまま固まっていました。瞳孔が開いているように見え、口から泡も吹いていました。とっさに首筋の脈を取ったのですが、脈を触知できなかったので、これはいよいよ本当に死んでしまったのだと、そう理解しました。その後、悲しみとか怒りとか、いろいろな感情が込み上げてきて、どうしてよいかわからず、ただおろおろとしながら、夫の体を何度も何度も揺すっていた記録があります。その後、どれくらい時間が経ったのかわかりませんが、ふと、警察を呼ばなくてはいけないと思い立ちました。それで立ち上がって夫の席に座り、備え付けの電話から110番通報をしました。夫が自殺してしまいました。どうすればいいんですか？確かそんなことを聞いた後、場所を説明して電話を切りました。その後は体中の力がすべて抜けたような感じで、呆然と椅子に座ったまま警察が来るのを待っていました。生々しいね。でもさ、どんなに集中しててもさ、後ろで人倒れたらわからんかな。私どんなにゲームに熱中しててもわかるけどな。猫が後ろシュッて通ったら、あっ、入ってきた。マナブさんと共に病院に運ばれ、医師が改めてマナブさんの死亡を確認。遺体は検視に回され、被告人は一旦帰宅したようですね。やっぱり全く手当てしてないじゃないか。救急車も警察が手配したようですな。ただ、すごく混乱してた感じは伝わってきましたけど。目の前でいきなり旦那が死んでたんじゃね。でもさ、これって被告人の彼女が言ったことだよね。そのまま信用するってのもおかしくない？あー、そうね。私もちょっと信用できないです。わしもだ。助かりたい一心で嘘800を並べているだけかもしれんからな。この調書は被告人が救命措置を行わなかったという事実。その点だけを立証するものとして、ああ、そういうことね。亡くなった後の行動の供述については信憑性がある。そうなん？信憑性があんの？へえ、なるほどね。しかし考えてみれば、救命措置を施さなかったというのは被告人に不利な供述ですな。もし嘘をつくのなら、救命措置も施したと言えばよかった。しかし実際には言っていない。なぜでしょうな。俺パス、さっぱりわかんないよ。ふむ？佐伯さんよ、あんた、わかるかい？高倉健みたいなこの人。どれもそうと思えるよな。難しいな。まあ、実際に死んだ時間と、通報した時間がずれてるって話になったら、何かあって通報できなかったってするとすれば、下手に嘘を考えてつくよりもほんまのこと言った方がよかったみたいなことで本当のことだから。つまり、マナブさんは自殺、
いや、そういう、飯野さんの言う通り、信憑性の高い調書だと思うんです。それで、事件発生から事件後の行動への流れも一貫していて自然だし、救命措置を取らなかった理由も頷ける状況に思えました。私もそう感じました。嘘でできる話じゃないと思います。そう？私もなんだか泣けてきちゃったのよね。確かに不自然な印象は受けませんでしたな。あのね、井原裁判長がね、私もそれでいいと思いますって言うのよね。納得のいく評議を終えたら言わないよね、さっきから。ちょっと待って。事件後の行動、もう一回やらして。いや、でも何も言わんな。まあ、証拠品みんなで見たりしたもんね。まあ、質問。信じられると思えたのは具体的にどの箇所からですか？どの箇所というよりも、被告人の動揺や必死な感情が私にも伝わってきたんです。それでこれはきっと本当のことを言っているんだなと。あ、やっぱこれあるな。私がその場にいたとしても何もできなかったと思うわ。それはやはり身内の自殺を目の当たりにしてはパニックになってしまうということですか？え、そういうことね。そりゃパニックになるよね。身内じゃないけど、俺も前に彼女が突然カミソリ出して、呪い死んでやるって叫んだ時はパニックっちゃったもんな。こんなんばっかり女の敵になったね。え？待って待って待って。もう一度。あれでもなんか、意義ありの人が他にいない。私だけが意義ある、意義ある言うてる。待って、じゃあこれ質問にして、あ、一回流して、黙ってるでよかったな、そうやったら。おばちゃん。これ反対してみる？ちょっと待ってください。現場にいたのは、茂田さんではなく、薬の研究者である被告人です。自分だったらという仮定は意味がないんじゃないでしょうか。あら、でも旦那がいる点では私も被告そこだけな。そういう立場から意見を言ってもいいんじゃないかしら。佐伯さんのご意見も間違いではないでしょうね。茂田さんのご意見もある立場からの見解として貴重なものです。茂田さんのご意見を女性としてのご意見として受けたまわった上で、被告人の職業やスキルを上乗せして考えればいいかもしれませんな。待って。茂田さん、ちょっと賛成してみよう。なんかいまいちみんなの反応良くないけど。これ賛成してみる？賛成？もうちょっと、いちいちさ、新庄くんの彼女との喧嘩。あ、もうこれはこれか。これはこれか。もう一個さ、私がさ、やり直したいって言ってたのどれやったっけな？どれやったっけな？シアンかカリウムやったっけ？
かな？シアン化カリウムについて。指紋でもついていればわかりやすいと思うんですけど、賛成。これ指紋出なかったよ、つって。指紋が出なかったってことは逆に怪しい。で、で薬扱うから、っていうのでそうとも言えない。必ずしも怪しいとは言えないんじゃないでしょうか。あら、佐伯さん、どうしてそう思うんです？これから自殺するのにわざわざ指紋を消すかしら。仮に自殺する前提だったとしても、指紋がつかない場合があるんじゃないでしょうか。例えば？そうですね、例えば。あ、これか。仕事上の習慣。まあ、これは北里さんが言ってくれるはずだったの、私が言ってるだけやけど。消す習慣があったというより、被害者の習慣のため指紋がつかなかったんじゃありませんか？どういうこと？なるほど、手袋ですな。手袋？佐伯さんのご指摘の通り、我々薬品を扱う者からすると、被害者が習慣的に手袋をつけていた、あれなんか音楽変わった？そして手袋をしていたなら当然指紋も残らない。へえ、そういうもんですか。実験用の薬品の類は劇薬も多いんです。じゃあそういうことだったのかもしれないわね。青酸カリって、これ青酸カリってやな。さっきもこれ音楽鳴ったっけ？あ、終わった。これって、私質問したんやったっけ？で、リストを見たんやったっけ？質問してリストやったっけな？賛成。で、またこれか。普通に置いてる大学ってやばいよねーつって。これはこうなるか。こんなもんやな。やっぱ変わらんかったな。じゃあここまで来ましたね。どうしようかな。氷結取る？取るまでやる？次に回します？氷結だけ取っちゃう？中間氷結ね。難しいなぁ。でも、私は、やったと思う、これ。いや、その人が後ろで倒れて、どんなに研究に熱中してても気づかんかねっていうのがすごいあるのよね。ギルティー！有罪。あ、山岸さんと一緒か、意見。あ、いいのちゃん？でもあれやな、どっちかわからんっていうのもありやもんな、これ。新庄くん、無罪なんや。まあ、100万円じゃ殺さないっしょ、つって。で、伊原さんは、もちろん、保留やな。あらら、裁判長がそういうことでいいわけ？って毎回言われますね。お許しください。なかなか難しい事件に思いまして。以上ですね。まだまだ意見は分かれていますね。
今日の議論を踏まえて明日の後半に臨みましょう。明日の後半では証人尋問が行われます。検察側証人が被害者、つまり倉橋学さんのお母さんで、弁護側が同じく倉橋学さんの同僚です。あら、被告人の話は聞けないんだったかしら。被告人質問は二人の証人尋問の後に行います。各証人にも被告人にも検察官と弁護人による質問の後に、皆さんの質問時間を取りますから、そのつもりでいてください。まあ、この辺はね、一緒やね、前回のね。では、解散。